ウィキペディアより素朴な妖怪図鑑。カラカサ小僧。カラカサ小僧は日本の妖怪の一種で、カラカサの妖怪、カラカサお化け、カサお化け、カサ化け、一本足、カラカサ一本足、お化けカサなどとも呼ばれる。江戸時代以降に作られた草造紙やおもちゃ絵、カルタ、お化けカルタなど、歌舞伎に姿が見られるほか、明治、大正時代以降も玩具や子供向けの妖怪関連の書籍、お化け屋敷の演出、映画などに見られる。一つ目のついた傘が一本足で飛び跳ねる姿が一般的に描写される。傘から二本の腕が伸びていることや目が二つのこともあり、長い舌を伸ばしていることもある。二本足で描かれている例もある。古いものは室町時代の絵巻物百鬼夜行絵巻にも見られるが、同絵巻での傘の妖怪は畳んだ傘を頭部にいただいた人型の妖怪である。一つ目、一本足という妖怪の姿は江戸時代以降の絵画に見られ、江戸時代から大正時代にかけてのお化けカルタの絵札にも一本足の姿が多く見られる。歌舞伎舞踊では一本足の姿に役者が扮装して踊ることが行われ、顔は普通に傘の中から出している。江戸時代後期には変化舞踊、時輪の色、扇写し絵、1857年9月中村座に一本足、明治時代にも闇の梅百物語、川竹新七、1900年に傘一本足という役名で登場している。安政年間に出版された S 五六怪手怪談妖物すごろくにも、詐欺淵の一本足の名で一つ目一本足の姿が描かれている。明治から昭和にかけて印刷物によって享受されたり、お化け屋敷の出し物として使われたり、漫画やアニメ、妖怪を題材とした映画などのキャラクターとしても多用された。室町時代以後、百鬼夜行絵巻に数多くの無生物、奇物の妖怪が登場している中、著名な妖怪として伝えられているのは傘の妖怪のみと見られており、奇物の妖怪の中で最も知られたものであるとも言える。口頭伝承。大変有名な妖怪である反面、地域などに即した具体的な伝承はほとんど残されていないとも言われており、妖怪関連の書籍によっては絵画上でのみ存在する妖怪として分類されたり、伝承を伴わない創作話のみに登場する妖怪とする説もある。またこの妖怪も書籍によってはつくも神、歳月を経た奇物が化けた妖怪であり、その一例としているものもあるが、それを証明する古典などの文献は確認されていない。確認されている伝承には以下のものなどがある。新潟県笹上村、現阿賀野市の伝承では、三十狩という場所にカラカサ化け物という妖怪が出たと伝わっている。1762年宝暦12年の浮世草子奇談集ささやき千里信吾収録の三の巻第一茶碗稚児の化け物に、奈良県の興福寺の伝承とされる7種類の妖怪の一つとして、南部興福寺にいろいろの化け物あり、十日坊のカラカサと記述があることで、興福寺にカラカサ小僧の伝承が存在していた可能性も示唆されているが、その詳細は不明である。鬼一口。鬼一口とは、日本の説話において鬼が一口にして人間を食い殺すことを言う。
代表的な話として挙げられているものに、平安時代初期の歌物語、伊勢物語第6弾、芥川の弾がある。ある男が何年も女のもとへ通い続けていたが、身分の違いからなかなか結ばれることができなかった。ある時、男はついにその女を盗み出したが、逃走の途中で夜が更けた上に雷雨に見舞われたために、戸締まりのない蔵を見つけて女を中へ入れ、自分は弓矢を手にして蔵の前で番をして夜明けを待った。やがて夜が明けて蔵の中を覗き見ると、女の姿はどこにもなかった。女はその蔵の中に住んでいた鬼に一口で食い殺され、死に際にあげた悲鳴も雷鳴にかき消されてしまったのである。鳥山石燕は妖怪画集今昔百鬼集異に鬼一口と題してこの話を書いており、解説文では男は在原の成平、女は藤原の高い子としているが、実際には伊勢物語には男女の名は明記されておらず、これを在原の成平らの物語とみなすのは俗解とされている。他にも平安初期の説話集日本領域には男女が一夜の契りを結ぶが、実はその男が鬼で女を食べてしまう話、平安末期の説話集今昔物語集には夜道を歩いていた女たちの一人を男が突然連れ去り、その男が実は鬼で女を一口で食べてしまうという話がある。このように鬼一口の話が多いのは、戦乱、災害、飢饉などによって人が命を落としたり消息を絶ったりしたことを、異界から現世に鬼が現れて人間を奪い去っていくものと解釈したとの説がある。影女は鳥山石燕の妖怪画集古今百鬼集異にある女性の姿の妖怪。石燕の解説文によれば、もののけのいる家で月影に照らされた女の姿の影が家の障子に映るものとされる。伝承。電気作家山田則夫の著書東北怪談の旅には、影女と題し、山形県の怪談が以下のように述べられている。その昔、増田という者が鶴岡城下に住む友人の酒井吉左衛門の家を訪ねた。家の近くまで来ると、窓から若い女の姿が見えた。家に入り、増田が吉左衛門と二人で酒を酌み交わしていると、やがて障子越しに女の影が見えた。吉左衛門が言うには、それは影女であるという。話しているうちに、今度は庭に女の姿が現れたが、家の中には近づいて来なかった。雲外郷。雲外郷は江戸時代の浮世絵師鳥山石燕の妖怪画集百鬼つれづれ袋にある日本の妖怪の一つで、鏡の妖怪。石燕は高欄の後ろに立ち舌を出した顔のある鏡が描いており、百鬼つれづれ袋の解説文には以下のように解説されている。昭和鏡といえるは、もろもろの怪しきものの形を映すよしなれば、その影の映れるにやと思いしに、動き出るままに、この鏡の妖怪なりと夢の中に思い。昭和鏡とは、魔物の正体を明らかにすると言われている伝説上の鏡で、高井乱山の読み本、絵本三国妖婦伝では、院の中央を堕落させた美女
ダッキの正体を見破ったとされる。百鬼徒然袋の雲外鏡は、その昌磨鏡をもとにして石燕が創作した妖怪と言われており、絵は化け物のような怪しい顔が浮かび上がった鏡として描かれている。平成以後の妖怪関連の書籍では、100年を得た鏡が妖怪と化したつくも神、器物が化けた妖怪であり、妖怪となった自分自身の顔を鏡面に映し出しているもの、または昌磨鏡に映された妖怪たちが昌磨鏡を操って動かしているものなどと解釈され解説されることが多い。名称の雲外鏡は多くの妖怪について記述された中国の地理書である仙外鏡の名にかけたものだとの説もある。妖怪漫画家水木しげるの著書には、旧暦8月、葉月の十五夜に月明かりの下で水晶の盆に水を張り、その水で鏡面に怪物の姿を描くと鏡の中にそれが住み着くという伝説が記されている。タヌキの形状をしたもの。1968年の映画妖怪大戦争に登場している雲外鏡はタヌキの姿をした妖怪としてデザインされている。息を吸い込んで腹を大きく膨らませて、さまざまな場所の様子をテレビのように映す能力を持っており、劇中でもその能力を使用している。昭和以降の児童向け妖怪図鑑では、雲外鏡は腹に鏡をつけたタヌキのような姿の妖怪であるとか、自らの体にさまざまなものを映し出すことができるなどと解説されることが少なくないが、妖怪探訪家村上健二の指摘によれば、それらはこの映画における雲外鏡の影響下にあるものであるとしている。酒柱。酒柱または逆さ柱は日本の木造建築における俗信の一つで、木材を建物の柱にする際、木が本来生えていた方向と上下逆にして柱を建てることを言う。古来より酒柱にされた木は夜中になると矢鳴り等を起こすとも言われていた。また家運を衰微させるほか、火災などの災いや不吉な出来事を引き起こすと言われており、忌み嫌われていた。妖怪漫画家水木しげるによれば、逆さにされた柱からは木の葉の妖怪が出現する、もしくは柱自体が妖怪と化すとも言う。井原西鶴の著書西鶴折止めによれば、京都六角堂の前のとある家に住む夫婦がこの酒柱の怪異に悩まされており、家では毎晩のように針が崩れるような音が響くので、ついには引っ越していったという。また小田原ではある商家で祝い事の最中に、首が苦しいと声が聞こえてきたので声の主を探したところ、座敷の柱から声が発せられており、その柱が酒柱であることが分かったという。魔除けの酒柱。日光東照宮の陽明門はこの酒柱があることで知られている。柱の中の一本だけ彫刻の模様が逆向きになっているため酒柱であることが分かる。しかしこれは誤って逆向きにしたわけではなく、建物は完成と同時に崩壊が始まるという伝承を逆手に取り、わざと柱を未完成の状態にすることで災いを避けるという、いわば魔除けのために酒柱にしたとされている。また妖怪伝承の酒柱とは全く異なるものである。鎌倉時代のつれづれ草には、完全なものは決して良くはない、
それで内裏を作る時も必ず一箇所は作り残しをするとある。江戸時代には家を建てる時に瓦三枚残すと言ったという。くびれ鬼。くびれ鬼、いき、いつきは中国または日本の妖怪。人に取り付いて首をくくらせるとされる。中国のくびれ鬼。中国でのくびれ鬼は、いきと読み、良妻しいなど中国の古書に記述がある。中国の伝承においては、冥界には一定の人口が定められており、この人口を常に保つ必要があるため、死者が別の人間として転生して冥界を去ろうにも、自分に代わる後任の死者が冥界に入らなければ、転生の許可が下りない。この時、死者が生者の死をただ待っているだけではなく、積極的に自殺や自己死を幇助することで自分の代替を求めることを鬼求代という。亡者が生まれ変わるには他者に自分と同じ死に方をさせることが条件らしく、意思した死者が生者に取り付き自分と同じように意思させようとしているものがくびれ鬼とされる。民間伝承や昔話に見られるくびれ鬼の話はどれもほぼ同じである。宿に泊まった者が紐を手にした何者かの影を見かけた後、隣室で女が意思を図り慌てて止めたところ、先の影はくびれ鬼であり、隣室の女は理由もないままくびれ鬼によって意思させられようとしていたという筋が多い。中華民国の時代に入ると、調殺鬼、調死鬼などと呼ばれ、同様に自分の身代わりに死ぬ者を求める例のことが、民間伝承や昔話の中で語られている。日本のくびれ鬼。日本では、いつきと読み、幕末の旗本文士、鈴木桃野の随筆、版画の裏書き、巻一に以下のように語られている。ある組頭が江戸の麹町で酒宴を開き、ある同心も客の一人として来るはずだったが、なかなか現れない。やがて現れた同心は、急用があるので断りに来た、と言って帰ろうとした。組頭が訳を問いただすと、首をくくる約束をしたと言い、しきりに帰ろうとした。組頭はその同心が乱心したと見て酒を飲ませて引き止めたところ、やがて同心は落ち着いた。やがて食い違い拷問で首吊り自殺があったという知らせが届いた。組頭は首領にがこの同心を殺そうとしたものの諦め、別のものに取り付き、これで彼についたくびれ鬼は離れたと考え、再度事情を問うた。すると同心は、夢の中のようなぼんやりした状態だったので、よく覚えていないが、と言いつつ、経緯を話した。それによれば、食い違い拷問のもとまで彼がやってきたところ、何者かが首をくくれと言った。なぜか彼は拒否できない気持ちになり、組頭のもとへ行って断ってからにしたいと答えると、相手は早く断ってこいと送り出したのだという。事情を知った組頭が、今でも首をくくりたいのかと尋ねると、同心は首をくくるそぶりをしながら、あな恐ろしや恐ろしやと答えたという。昭和平成以降の妖怪関連の文献では、このくびれ鬼は
水死者の霊とされ、これに取り憑かれた者は川に飛び込んで自殺したくなるものなどと解釈されている。江戸時代の奇談集絵本百物語には死神と題した絵があるが、これは悪念を持ったまま死んだ者の霊が同様に悪念を持った者を首くくりなどに合わせようとしているものとされ、近世の宗教における死神より本校のくびれ鬼に近いものと指摘されている。肉水。肉水は三重県熊野市山中や和歌山県の果てなし山に伝わる妖怪。人間に近づき、その肉を吸い取る妖怪と言われる。夜遅くに提灯を灯して山道を歩く人間に対しては、18、19歳の美しい女の姿に化け、火を貸してくれませんか？と言って提灯を取り上げ、暗闇の中で相手に食らいつき、肉を吸い取ったという。そのために、この地方の人々は、火の気なしに夜道を歩くことは避け、どうしても夜道を行く際には、提灯と火種を用意しておき、肉水に提灯を奪われた時には、火種を振り回して肉水に打ちつけたという。南方熊楠の随筆、南方随筆には、明治26年に、ある郵便客夫が肉水に遭い、火縄を打ちつけて退散させたとある。また、十津川付近で郵便客夫をしていた老人の証言では、源蔵という漁師が、果てなし山へ漁に行ったが、狼がやってきて、袖を噛み、進ませまいとした。そこへ、目の前に18、19歳ほどの女が、ほう、ほう、と笑いながら現れ、火を貸すように頼んだ。源蔵が怪しみ、南無阿弥陀仏と彫られた銃弾を準備しようとすると、何事もなく立ち去ったが、その後、背が2畳ほどもある怪物の姿で現れたため、先に準備していた銃弾で仕留めたところ、正体は白骨だけの化け物だったという。江戸時代の奇病詩、百鬼夜行化け物語には、山中に現れるという伝承とは異なり、屋内で男に寄り添う姿が描かれており、男と交わることで精気を吸い取る者、または男性が人魚になりそうな美女を妖怪に例えて描いたものとの説もある。ガシャドクロ。ガシャドクロは日本の妖怪。戦死者や野垂れ死にした者など、埋葬されなかった死者たちの骸骨や怨念が集まって、巨大な骸骨の姿になったとされる。夜中にガチガチという音を立ててさまよい歩き、生者を見つけると襲いかかり、握りつぶして食べると言われる。昭和中期に創作された妖怪であり、民間伝承由来の妖怪とは出自が異なる。1960年代後半に刊行された児童書の類において創作されており、最初に書籍に登場したのは、山内重明、世界怪奇スリラー全集に、世界のモンスター、秋田書店、1968年に収録された斉藤盛弘による妖怪記事である。同時期に水木しげるや佐藤有文にも取り上げられ、1970年代以後も両者の著書によって紹介され続け、広く知られるようになった。佐藤の著書、日本妖怪図鑑1972年の図版や水木が描いた妖怪画では、いずれもガシャドクロの姿として、歌川国芳の浮世絵、相馬の古代理に描かれた巨大な骸骨の絵が参考にされている。ガシャドクロと直接の関係はないが、現代におけるガシャドクロのイメージを決定づけた絵であると言える。
歌川国芳の相馬の古代理は、江戸時代に三島教典による読み本宇藤安方忠義伝を題材にした作品であり、相馬の古代理は平将門の遺児である滝夜叉姫が呼び出した骸骨の妖怪が大谷太郎光圀に襲いかかる場面を描いている。原作では等身大のたくさんの骸骨が現れるところを歌川国芳は一体の巨大な骸骨として描いている点に工夫と特色がある。ドクロ妖怪の類例、水木しげるの著書ではガシャドクロの項目にガシャドクロではないがとしてドクロに関する説話が掲載されている。日本領域にある説話を引いたもので、ビンゴの国、広島県のある男が夜の野原で目が痛いと不気味なうめき声を聞きドクロを発見する。その目の穴からタケノコが突き出ていたので、それを取り除いてやり星を備えたところ、ドクロが自分が殺害された経緯などの身の上を語り恩返しを受けたというのがその内容である。この説話がガシャドクロに関する伝説であると混同される向きもあるが、上述のようにガシャドクロは20世紀後半に生み出されたものであることから関連はない。円円羅、円円羅または円羅円羅は鳥山石燕による江戸時代の妖怪画集今昔百鬼集位にある日本の妖怪の一種で、煙の妖怪。ガズでは煙の中に不気味な顔が浮かび上がった妖怪の姿で描かれており、解説文では静が家の指石かやりの煙結ぼばれて怪しき形をなせり、誠に薄物の風に破れやすきがごとくなる姿なれば円円羅とは名付けたらんとある。近藤瑞希によれば、つれづれ草19段6月の頃、怪しき家に夕顔の白く見えてかやり火くすぐるも哀れなりと踏まえるという。このことから昭和平成以降の妖怪関連の書籍では、円円羅とは煙の妖怪、または煙に宿った精霊であり、様々な姿になりながら大気中をさまよい、かまどや風呂場から立ち上がった煙の中に人のような顔の形で浮かび上がるものなどと解釈されている。また解説文中にある羅とは目の粗い薄布を意味し、たなびく煙をこの布のたなびく様子に例えて円円羅と名付けたとされている。円羅円羅と表記するともいい、円羅は閻魔に通じることから地獄の豪華のイメージがあるとする解釈もある。煙の妖怪であるため、ぼんやりと無心に煙でも眺めるような心に余裕を持つ人間でなければ見られないとする説や、見える人は心の美しい人であるという説もある。煙の妖怪というのは他に例がなく珍しい妖怪と言える。円円羅についての具体的な伝承はなく、石燕による創作妖怪の一つと考えられている。柳女、柳女は江戸時代の奇談集絵本客物語にある柳の怪異。ガズでは柳の木の下に子供を抱いた女の姿が描かれている。解説文によれば、風の激しい日に子供を抱いた女が柳の木の下を通ったところ、女の首に柳の枝が巻きついて死んでしまい、その女の一面が柳の木にとどまり夜な夜な現れ、口押しや恨めしの柳やと泣くという。
絵本百物語以外にも柳と女にまつわる話として宝暦時代の祇園女房九重錦や文政時代の三十三間堂胸木の由来などの浄瑠璃に柳の精が人間の女性に化けて人とちぎる話があり、民間信仰にも柳にまつわる俗信は多い。絵本百物語本文においては柳が女に例えられることや柳が女に化ける話は、宋の師匠というものが柳に食われて死んだことが由来とされており、勇猛なイメージを持つ松に対して柳は優しい姿のために女の姿を取るのだという。また柳そのものが霊の宿る木と考えられ、柳の枝が風になびく様子が幽霊の手の動作と同じように見え、風に揺れる柳の古木の枝に頬を撫でられたり傘を取られたりすることが柳の精の仕業と恐れられたことを柳女の由来とする説もあり、同様に柳のイメージから生まれたと考えられている絵本百物語の妖怪に柳婆婆がある。また怪談や民間伝承において柳女と同じく死んだ女の霊が子供を抱いて現れる妖怪に産女がある。